おはようございます。南淡路市のにゃんころみピアノ教室です。今日は台風が近づいてきています。雨という元気なみんなが好きな童謡を楽しく弾いてみます。この曲はタッカのリズムを体感するのにとても楽しい曲です。ドレミの音名で元気に歌いながらいろんなアレンジで弾いてみることが一番です。毎日よく練習してるね。誰でも褒められると嬉しいものです。先生も褒められると嬉しいものです。いつもかわいい。先生かわいいのしてるね。と褒められると嬉しいものです。頑張りすぎずにできることを楽しみながらやってみることが一番です。いろんな曲をドレミの音名で歌いながら弾いてみる。興味のある動物や興味のある曲を楽しく歌いながら弾いてみることが絶対音感の育成にもつながります。それでは今日も雨を弾いてみますね。Thank you.
皆さんおなじみの童謡の雨をエレクトーンとピアノでアレンジを少し変えて弾いてみました。皆さんも頑張りすぎずに楽しい曲を、好きな曲を楽しみながら学んでくださいね。それでは今日も思うか、雨を鬱陶しく思うか、それは人の考え方次第です。タッカタッカと嬉しいな、お母さんに買ってもらった長靴を履いてお出かけできる、嬉しいな、雨の日は嬉しいな、そう思って蛇の目をバタバタさせてかけっこする、そんな子どもたちの楽しい様子を表現したのがこの雨という曲です。タッカというリズムを体感するのにもとても楽しい曲です。皆さんも頑張りすぎずに、またお盆明けに先生に楽しいお話を聞かせてくださいね。いつもよく練習してるね、もう一回先生聞いてみたいな、だんだん上手になってきたよ、わあここはどんな風な曲になってるかな、などと曲想をイメージしながら弾いてみることもとても大切なことです。買ってもらった長靴を嬉しそうに履いていく、雨の中をかけっこしている、そんな様子の楽しい雨、いろんなアレンジで弾いてみるととても楽しいものですね。先生もいつもよく練習していますが、誰にでも調子の良い時、悪い時があります。誰でもよく頑張ってるね。褒められると嬉しいものですね。それではまた、金太郎くんもレモンちゃんもみんな先生にいろんなことを話してくれることを応援してくれていますよ。良い子の皆さん、先生ともお約束を少しずつ守って、各宿題や引く宿題を少しずつ楽しみながらやってみてくださいね。皆さんも人や物は大切に扱うようにしましょう。